今日は、人間主義の最高峰を仰ぎて、現代に生きる釈尊と題して、皆さん方と,ともに、この偉大なる人類の教師が残した精神的遺産を、知恵の対抗、自死の大会という二つの角度から、 考察してみたいと思います百ンが放つ知恵の対抗の第一は「生命の宝刀を輝かさせてゆけ」とのメッセージであります近代の幕開きから20世紀末の今日にたるまで人間社会の営みは 科学技術の発展、産業経済の成長など、量的な拡大を志願とする、新法主義への強力な振興によって支えられてきたと,といっても良いでありましょう。しかし、そこには思わぬ落とし穴が待ち構えておりました。人々が 先に酔っているように、信奉主義の弓を追い続けているうちに、青写真のために現実が、未来のために現在が、成長のために環境が、理論のために人間が、ないがしろに冴えてしまったという事実であります。 こうした人類の現状に対して、釈尊の知恵は、人間の生命それ自体に立ち返っていくこと,ことこそが最も重要であるという提起をされております。釈尊の教えの聖水と聖れ法華経には、壮大にして草厳なる 宝刀が登場いたしますそれはまさしく人間の内容に広がる宇宙大の生命を象徴しております。小宇宙というべき、芳醇な生命の変えたこそが、釈尊の障害をかけた主題であったと思うのであります。仏典には 過去の因を知らんと欲せば、その現在の顔を見よ。未来の顔を知らんと欲せば、その現在の因を見よ。とあります。いたずらに過去にこだわらず、また未来への不安や過度の期待に引きずられることなく、 今現在の事故の充実と隔離こそ。第一義であることを啓発しておうのであります。いわば。切なに英語を2件、刹那に英語を生きよう。即価を掘れ、そこに泉ありという凝結した生き方の提示であります。 まさに釈尊は今今この瞬間に生命の宝刀を後期させそこから人類の未来を照らしゆく真実の進歩を切り捨いていきなさいといたしました第二のメッセージは民の心に聞く ということであります仏法では、少々難しい言葉ですけれども、普遍信如の理にもまして、随縁信如の知を重んじております。つまり、時代や状況によっても、変わらない真理に基づいた上で、刻々と変転する現実に応じて、 自在に知恵を発揮していくことを大切であると教えているのでありますそうした行き詰まりのない知恵の源泉は百尊の民の心に聞くという姿勢にあったと私は考える一人であります心に問うと欲することは何でも問いなさい 釈尊はしばしば人々にこう語りかけております。まことに釈尊こそ、ソクラテスと並ぶ対話の名人であり、民衆との対話の海の中で人々を導いていきました。これこれそ比例なき 人間教育の対価であったと思うなります。例えば。最愛の我が子を失い。悲嘆に暮れる母親に。釈尊は。その子を救う薬として。血の種を探すように語りかけます。ただし。 その種は、まだ死人を出したことのない家からもらってくるようにと指導するのであります。その母は、必死になって一軒また一軒達年回りました。だが、死人を出したことのない家などどこにもなかった。 次第に母は自分だけではなくどの家も家族を亡くした苦しみを抱えていることに気づき始めるそして自身の試合を乗り越え小脳病死という根本課題の探究に目覚めていったというのであります 第3に申し上げたい知恵のメッセージは、知恵よく知識を生かすという価値創像の道であります。若き王子たる釈尊は、天文学、医学、法律学、財政学、文学、芸術等々をあらゆる学問に取り組んでまいりました。 私が簡単するのは、人々の苦悩を救いゆく釈尊の一生にあって、青年時代までの学問がことごとく生かされているという事実であります。だからこそ釈尊は、王にも、農民にも、当時牧耕しあった少人僧にも、 既婚に従って法を解く、病気に応じて薬を与える、というように、それぞれにふさわしい比喩や道理を使いながら法を解くことをなさられたと思うのであります。釈尊の言い換えは、「孤高の人はなるとも心を一つだれ」とあります。 心に渦巻く煩悩、暴力、貪欲に左右されず、支配されず、またそれを無理やり消滅させようというのではなく、自らが河の師匠となって、煩悩をも、勝ち創造の方向へをリードしてください、との教えであります。その心ののとなるのが、 人間生命の内容より発よりりく知恵でありますそしてこの知恵は人間のために民衆のためにという自身の泉があることをしらければならないそこに初めて限りない作用があるわけであります。 釈尊にとってまさに宇宙は自主の灯体であり自らの振る舞いはその自主の体現でありました宇宙の死んだ万象は一切が縁にすなわちよりて起こってくるお互いに支え合っているがゆえに 何一つ無駄がないのであるまた意味がないものはありえないというのであります生涯広大な大地を歩き歩き民衆救済の平和旅を貫いた釈尊の自死が宇宙生命の永遠なる自死の律動と律動と共鳴していたか であると私,の私は信じる人であります。ひがって、近代が直面している一番大きな課題は、生きる意味の喪失であります。何のために生きとる人間とは一体何か人間は一体何のために生きるのか仏法の自治論は、この地球上に誕生した、 人類の使命は宇宙の自主の営みに参画しその創造のダイナミックな生き方を高め,高,め高めつつ息づくということを命じておるのでありますつまり万物を育み繁栄と幸福を導く自主の行動こそ宇宙より 人類に託された使命でありこの使命の自覚と達成にこそ生きる意味があると釈尊は呼びかけているのであますこのような自主論は今日において一人一人の人間を尊重しゆく共生の文化を養い地球環境と共栄しゆく 自然観を使っていくことでありましょうそしてさらには分断から結合へ対立から融合へ融和へさらには戦争から平和へと人類史を軌道修正させゆく菩薩道の行動を促して呼ばないものであります釈尊の自治が送る第二のメッセージは 島田屋のごとくとく然でありますすなわち、隔離された不動の自己こそが大事種の基盤となるからであります。多くの指揮者が指摘するように、自由や平等が主張されると、良い意味でも悪い意味でも、社会は 変動常なき状態に置かれますそうであればあるほど不動の事故が拡充されないと他人と比較することばかりでいつも気を取られ知らず知らず嫉妬や恩赦という情念に支配されてしまうのであります故にこうした縁に奮闘されぬ 不動の事故はいつの時代にあっても社会に安穏をもたらす原点であります。そして現代ほどその原点の要請が重要な時はないと思うのは私一人ではないと考えのであります。だからこそ 自らを絵書とし、法を絵書とすべし、という釈尊の弟子への言い訓は、そのまま宇宙究極の法と一体化した不動の自己、大概と導く人類への行くんであると言えないでありましょうか。最後に、第三の自死のメッセージは、 た友の幸福を目指せ、という行動論であります。人間自分ほど大切なものはない故に我が身に引き当て他者を大切にすべきであるまことに無理のない自然な語り口の中で相互に他者の存在相手の立場に立ち共感することを 共感することこそ自主の第一歩であると釈尊は説いているのであります。一切至上のやむがゆえに我やむ釈尊の不幸の中には常に小老病死の苦悩にあえぐ民衆のうめき声が響いておりました。時を超え国を超え釈尊はこう 呼びかけて何時のであります汝の,のうちに他者を復活し、自他共の幸福を満喫せよ、と、故に13世紀の日本の日蓮も法華経を解釈しつつ、自他共に知恵と自私とあるおきとは言うなり。 自分も他人も知恵と自信を持って、すべての人が喜ぶ、これが本当の喜びである、こう答えられております。こうした人間主義の年代こそが、それぞれの国に個性豊かな繁栄を築きながら、人類全体の栄光を敷きゆく光源となることでありましょう。 ご清聴ありがとう残念だ、残念だ。